36+3黒の道は鹿児島中央駅から宮崎駅までの旅です。鹿児島中央駅に36+3が入ってきます。駅を出て音なくすると港湾の先に桜島が見えてきます。私はこの角度から桜島を見たことはほとんどありませんでした。雄大な風景が広がります。やがて36+3は大隅大川原駅に停車します。この時鹿児島行きの特急霧島とすれ違いました。どちらも787系電車ですが、内外装ともに36+3はリニューアルされていますので、同じなのは車両の形だけです。JR 九州の車両ファンにはいい映像かと思います。36+3のスタッフは気軽に写真撮影に応じてくれます。ちなみにこの方々は36+3の乗客ではありません。乗客でなくてもこのような対応を受ければJR 九州に悪い印象を抱くはずもありません。次に列車は青井岳駅に停車します。日豊本線の田舎ののどかな駅です。何もない駅ですが、何もないことに意味があることを教えてくれます。やがて列車は今日の目的地宮崎駅に到着します。ホームには36+3が止まっていますが、なぜか宮崎駅の階段には七つ星が掲示されていました。